次に鈴木義弘君。はい、委員長。鈴木君。国民民主党鈴木義弘です、順次質問をさせていただきたいと思います。まずはじめにお尋ねして確認みたいな質問で恐縮なんですけども、今年の4月から、賃上げ、制度を、導入したんですが、実質そのデータが出てくるのには来年の8月、以降になってしまうだろうと、いうふうに聞いております。決算期がありますんで、大概の企業は3月末ということになると、そこからどのぐらい賃金が上がったかというのが、出てくるんですけど、令和2年の所得拡大促進税制において、特に中小企業向けの関係ですね、何万社のうちどのぐらい賃上げが令和2年の時に行われたのか、まずご答弁いただきたいと思います。中小企業庁小林事業環境部長。お答え申し上げます。所得拡大促進税制を含みます租税特別措置については、適用実態調査の結果に関する報告書が毎年の通常国会に提出されておりまして、現在把握できている最新の適用実績は令和2年度のものでございます。でこの令和2年度の所得拡大促進税制のうち中小企業向けということでございますが、適用法人数は約9万3000社、我が国の中小企業数が358万社といたしますと、その約 2.6% に相当するところでございます。鈴木義弘君。で、制度としては致し方ないんですけども、タイムラグがやっぱりあると思うんですね。で、これ、令和3年度の状況がいつ発表されるのかってお尋ねすると、来年の1月だっていうんですね。で、今年スタートした 15%、30% の賃金上がった場合にですね、法人税を減免するっていう、ところの実際データが、本当にそれが役に立ったか立たないかっていうのが、やっぱり1年、2年ずれていくわけですよ。それで果たしてその政策が正しかったかどうかっていうのをどこで判断するのかっていうことに、その次にまた、コロナがまた蔓延していくとかですね、今も少しずつ増えてますけども、じゃあウクライナの状況がどうなるか、いや北朝鮮はどうなるのかっていう話になっていくと、またファクターがどん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 変わっていくと、実際それが起きたこと、例えばですね、TPP が数年前にあれだけ国会の中で大騒ぎして、2年前にスタートしてるんですけども、その TPP の結果、日本にメリットがあったのか、デメリットが多かったのか、それをデータとして示してくれっていうふうに、内閣府の方に紹介かけたら、まだありませんっていうこの話なんですね。だから施策を打ってデータを持ってそれをどう分析解析することで次に手立てを打っていかなくちゃいけないのに、そこのところは大臣どうですかね。この1年2年のタイムラグがあるのは承知するんですけども、この所得を上げていこうっていうのは国を挙げて、私たちども国民民主党でも賃金を上げようっていうのがこの通常国会だった時の一つの旗頭だったんですけども、それが実際1年2年経って結果が出てくるようなものになればですね、じゃあ税率をもっと税金の減額をですねもっと多くした方が良かったのかそうじゃなかったのかっていう判断がつかないと思うんですけど、その点についてご答弁いただければと思います。副大臣のどちらでも。はい、西村経済産業大臣。ご指摘のように制度ですね、結果が出るには分かってくるには1年2年かかりますけれども、そのデータが全体を見る前に私どもとしてさまざまヒアリングなども行ってですね、あるいは市会調査ではないにしても主な団体からいろんな話を聞きながら、どの程度使われているのか、もちろん赤字であればなかなかこれはメリットがないというようなことを含めてですね、いろんなご指摘をいただいているところでありますので、いずれにしてもこの税制に限らずいろんな制度をどのぐらい使われているかというのはできるだけ把握をしながら、常に改善すべき点は改善すべくですね、普段の見直しは必要だというふうにご指摘のように私もどうも考えております。はい、鈴木義弘君。じゃあ先日最低賃金の見直しを、されたんですね。私は埼玉の出身でありますから、埼玉県ですと984円ぐらいだったかな。でこれ47都道府県でいくらいくらいくらっていうのを設定するんですけど、埼玉も広い、
東京も広いと思うんですけど、千葉も広い。そうすると、その地域差で全然違ってきちゃっているのに、なぜ47都道府県で昔からずっと同じやり方してるのか、そこをちょっと確認したいんですけど。厚生労働省、青山大臣官房審議官。お答えいたします。最低賃金法第9条では、地域別の最低賃金は一定の地域ごとの最低賃金とされておりまして、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払い能力を踏まえて、厚労省三者構成の最低賃金審議会で議論し、地域別に定めるのとなっております。この場合、この法令上はおっしゃるとおり、同一都道府県の中で複数の最低賃金額を設定することも妨げられませんけれども、実際に設定する上では、今申し上げました考慮する要素である労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払い能力を都道府県内の複数の地域ごとに適切に把握した上で複数の額が設定できるかという点や、あと同一の都道府県内で最低賃金額を複数設定することにより、むしろ格差が拡大する可能性がないのかといった影響なども考慮しながら、実際審議しています地方の最低賃金審議会において丁寧に議論するといった慎重な対応が必要であると考えております。鈴木義弘君。要するに、その例えば私は埼玉の三郷っていうところの出身なんですが、隣が東京都、隣が千葉県と、東京が1071円だったかな、私の記憶間違いじゃなければ。で、最低賃金が東京の方が高いんですよね。そうするとみんな東京働きに行っちゃう。そういうことが起きるっていうことを承知してくれって。だから今すぐ制度を改正してくれとは言わなくてもですね、実態に合った形を取ってもらいたい。で、全国一律にするっていうのは私はそうじゃないと思うんですね。で、やっぱりその人が集まれば安くできるし、これ需要と供給だと思うんです。だから需要と供給がきちっと左右されればですね、賃金を上げないと人が寄せられないということであれば、賃金は黙って上がってきます。でも何にもしなくても人が集まるような地域だったら賃金上がらないんです。それを行政側の方で無理くりどんどん上げていけばいいっていうだけでは、やっぱり問題の解消にならないんじゃないかっていう考え方なんです。で、次に最低賃金を上げるんですが、非正規労働者は喜ぶと思ったら逆でですね、結局その自分が扶養から外れない 金額、俗に言う103万円、108万円、130万、こういう金額が出てくるんですけども、賃金、最低賃金を上げればですね、働く時間数を減らすような作用が働くんです。それで地元のスーパーを経営している社長さんから、鈴木さん、どうにかならないのか、これっていうのが、今年の1月に言われて、厚生労働省とか財務省の担当の人に来ていただいて、説明は受けたんです。しかし、最低賃金を上げればですね、結局そこのところはやっぱり解消されてないと思うんです。そこのところ、内部で厚労省になってしまうんですけども、その最低賃金上げたときに、そこら辺のところ、財務省と連携するって言えばそれで終わっちゃうんですけども、その辺の議論はされたんでしょうか、お尋ねしたいと思います。財務省、阿久澤大臣官房審議官。まず私の方からは、税制に関する問題について、お答えをさせていただきます。いわゆる103万円の壁などと呼ばれております、所得税の配偶者控除の問題でございますけれども、これは昭和62年の制度改正におきまして、配偶者の所得の大きさに応じて、控除額を段階的に減少させるという配偶者特別控除、これを導入をいたしました。そのことから、配偶者の給与の収入が103万円を超えてもですね、世帯の手取り収入が逆転をしない仕組みになっておりまして、税制上はいわゆる103万円の壁は解消をしているというところでございます。それにもかかわらずですね、いわゆる103万円の壁といったものが、心理的な壁として作用しているために、収入を抑える傾向があるとの指摘などがあったことから、今度は平成29年の税制改正におきまして、配偶者控除等における控除、これが満額適用できる配偶者の給与収入の上限、これを103万円から150万円に引き上げるなどの見直しをしたところでございます。
そのため、税制におきましては、働きたい人が就業調整を行うことを意識しないで働くことができる制度になっているものと考えているところでございます。厚生労働省、日原大臣官房審議官。引き続きまして、社会保険の適用にかかるいわゆる年収の壁につきまして、私の方からご答弁申し上げたいと思います。こちらの社会保険の適用にかかるいわゆる年収の壁につきましては、労働時間や収入によって適用が変わる問題に対しまして、働き方に中立的な制度の構築を図ることが重要というふうに考えてございます。このため政府におきましては一定の要件を満たす短時間労働者の方への被用者保険の適用拡大を進めているところでございます。被用者保険の適用拡大を図られますと、いわゆる130万円の壁を消失させる効果がありますほか、いわゆる106万円の壁につきましても最低賃金の引き上げによって解消されていくものと見込まれるものでございます。社会保険制度について働き方に中立的なものにしていくため、引き続き被用者保険の適用拡大に取り組んでまいりたいと考えておりまして、その際に新たに被用者保険の適用となりました場合には保険料をご負担をいただくこととなりますけれども、将来の年金額は基礎年金に加えて厚生年金による報酬比例分が上乗せされるなど給付が充実するといったメリットもございますので、こちらもしっかり周知に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。鈴木君。ありがとうございます。今回 の物価高騰による価格の転嫁とかですね、賃金をどうやって上げるかっていうのが、今日お尋ねする一つの大きなテーマの2つなんですけども、で経産省のデータを見てもですね、中小企業と大企業製造業の従業員1人当たりの名目付加価値額ですね、労働生産性って言われている上昇率とその変動要因のグラフを見ると一目瞭然なんですね。でいくつもの要因がありますが、情報通信製造業で言えば大企業は労働生産性が高く、規模が小さくなると労働生産性が低くなる。で製造業の現場を聞くとですね、これは3時4時ぐらいの下請けの仕事をされている方なんですけども、元請けから発注されたロットが小さくて納期が短いっていうんですね。それで前にもご質問したときに使わさせてもらいましたけど、自動車の部品を作ってる会社さんなんですが、工賃が約50年ぐらい上がってない、材料は支給だって言うんです。でロットが大きいものはみんな中国行っちゃう、こういう説明をいただきました。で中にはですね、中国で作らした部品を日本に納入させるんですけど、不具合がいっぱいあって、それをまたメーカーから下請けの事業者さんの方で、修繕をしてくれと、いう仕事を受けている、個数にすればもう限られた、じゃあこれもっとたくさんあったら、いや鈴木さん、それたくさんあったらみんな中国行っちゃうんだ、これが今の日本の中小企業製造業の置かれている実態だと思うんですよね。でそういう話を聞いたりですね、元請けさんからのクレームの話を聞いたり、したんですけども、ほとんどの方が契約書っていうのを交わしてません。注文書だけ。30年、40年、お得意さんだからずっとこのやり方で、今まで取引をしてきました。図面と、注文書なんでしょうね。で、これを、取引の適正化に向けた取り組みを経産省を挙げて、公取さんもやってると思うんですけど、下請け G メンを増員したり、下請け駆け込み寺を設置して、相談対応をしていくんだっていうのは承知してるんですけども、まず契約書を交付させることが一番先にやらなくちゃいけないことじゃないかと思うんですけど、それに対して、経産省の取り組み、どう考えてるか、お尋ねしたいと思います。経済産業副大臣、太田副大臣。お答え申し上げます。ご指摘のとおりですね、契約内容を明確化して、取引の適正化につなげると。いうことのためには、契約内容が記載された契約書というのを取り交わすことは非常に重要なことです。でこのために下請け企業振興法の振興基準というのがあるのは先生ご承知だと思いますけれども、親事業者が発注内容等を明確化した書面交付を徹底することを求めております。
で、公正取引委員会と中小企業庁で共同で執行しております下請け代金法におきましても、親事業者には給付の内容や下請け代金の額、その支払い期日、支払い方法などを記載した書面の交付が義務付けられております。まあ、中国の事例等について言及がございましたけれども、この進行基準、あるいは下請けによって、できるだけこの適正な取引が行われるように、私どもをしっかり指導してまいりたいと考えております。鈴木義弘君。例えば今、下請け、基準のお話を副大臣からいただいたんですけど、あともう一つですね、その納入した、まあ、部品なり製品に不具合があったときに、どうやってそれを解決するのか、よくてですね、折半だって言うんです。下手をすると全部下請けにその費用も含めて新しい製品を納入してくれっていうことになればですね、その下請け基準の中で契約書を交わしなさいっていうのは言ってるんですけど、トラブルの時どう対処するかっていうのを書き込めっていうふうにはなってないんです。だからそこまで契約書を交わすんであれば、トラブルがあった時どうするかっていうのもやっぱりきちっと対応するっていうのを取引する前にやっぱりやらないとですね、いつも弱い立場にいる下請け、孫請け、ひ孫は先に出ていかないんじゃないかと思うんですけど、そこのところをもう一度ご答弁いただきたいです。太田経済産業副大臣。下請け振興法に基づき定められた振興基準の中では、親事業者は下請け事業者に対して、先ほど申し上げましたように、発注内容、価格、納期などの契約条件について、書面で明示し、交付するというふうに記載されているところでありますけれども、委員ご指摘のトラブルが何か発生したときの費用負担というような点については、実際のケースではですね、取引内容やトラブルの発生原因、あるいは実際に発生した損害の大きさ等によって、賠償額や負担割合、さまざまになってまいります。このために、事前に想定して、契約書面にそのことを記載しておくということは、なかなか難しいんではないかと、こういうふうに思われます。で、他方でですね、こういったことに関連して、振興基準においては、例えば、親事業者が検品等を行い、受領した後に、親事業者の納入先等から指摘されて、やり直し、または損害賠償を行うこととなったときには、十分に協議をした上で、合理的な割合で費用分担を行って、一方的に下請け事業者にしわ寄せが及ばないようにということや、自然災害等、よく発生しますけれども、その場合にもですね、どちらの責めにも期することができないような被害が出てくるわけで、そういう場合には、もう一方的な負担を押し付けることがないようにと、下請け事業者の方にですね、こういう点が求められているところであります。下請け G 面、増やしましたけれども、こうしたところからのヒアリング、事例などを振興基準にも反映してまいっておりますけれども、これを不断に見直しながら、先生のおっしゃったような点も含めて、周知徹底が図られるように、そして取引適正化 が促していけるように努めてまいりたいと思います。はい、鈴木義弘君。副大臣、ありがとうございました。じゃあ、一つ駆け込み寺について、まあ、下請けのですね、で、全国で1万件の相談実績が報告されてるんですけど、法令違反が問われた場合は、速やかに経済産業局に相談案件を取り次ぐ、弁護士を紹介するなどの対応が取られていると聞くんですが、これら1万件の相談で実際に解決が図られたのかどうか、そこが問題だと思うんです。1万件の相談はありました、それがどう対応されたのか、それで解決に導かれたのか、そこのまあ件数とか数字っていうのが大事なことだと思うんですけど、もしお分かりになるんだったら教えてもらいたいんですが。中小企業庁小林事業環境部長。お答え申し上げます。中小企業庁では、全国47都道府県に下請け囲い込み寺というものを設置しておりまして、先生おっしゃられたとおり、昨年、令和3年度において、約1万件の相談がございました。で、これらの相談に対してはですね、電話や面談などによりまして、
まずいくつかの対応しております。一つ目としてはその交渉に向けたアドバイス、買い叩きに抵触する可能性、こういったものは例えばあるよと、こういったことを説明するなど、親事業者との再度の交渉に向けてですね、サポートをさせていただいております。また2つ目のものとして、対応として無料の弁護士相談というのを年間約300件、やってございます。それから3つ目として、建設業であれば例えば建設業取引適正化センターというのがございますが、そうした適切な窓口に紹介するということも行ってございます。で、加えて実際の解決ということにさらに近いものとしてですね、ADR という裁判外の紛争解決手続きというのがございますけれども、これも下請け駆け込み寺でやってございまして、年間約20件程度を受け付けてございます。で、その中には例えば親事業者の指示が不明確であったため加工費用が多くかかったけれども支払いをしてもらえなかったと、こういった下請け事業者の申し立て、これに対して ADR を通じての話し合いで和解が成立し解決金を支払った事例などがございます。で、引き続きこういった下請け受け駆け込み寺において、中小企業のサポートができるように努めてまいりたいと考えております。鈴木義弘君、ぜひ頑張って取り組んでもらいたいと思います。ちょっと飛ばさせていただきたいんですが、一つ先ほども、議題になった LP ガスの件なんですけど、私のところもまだLP ガスなんですね。近所で都市ガスを入れているところもあるんですけど、LP ガスなんです。そしたら物価対策の目玉として、値上げ補助金の、影っていう記事でですね、LP ガスの2200万世帯を見殺しにするのか、経産省の言い分という記事を目にしたんです。で、岸田総理は直接的な支援と胸を張っているんですが、LP ガスは対象外というものだっていうんですね。で、昨日30兆円の補正予算が閣議決定されて、経産省の方からその内訳の資料はまだ頂戴してないんですけども、都市ガスで2000、先ほども数字が出てました、約2700万件、LPG は地方を中心に2200万世帯。で、これをですね、一つの例示です。月に20平方立方メートルを使用した場合、都市ガスで4468円なんだそうです。で、関東地区の LPG は1万4440円を上回ってる、こういう数字です。で、LPG の熱量が LNG より、2.18 倍であることを考慮しても、1.5 倍高いんですよね。もともと高いんです。それでなぜ都市ガス利用者のところに、事業者の方には支援をして、LP ガスの方にはしないのか、もともと 1.5 倍高い、エネルギーを使っているにもかかわらずですよ。これ、大臣にご答弁いただきたいと思うんですけど。西村経済産業大臣。私どもも電力、ガス、さまざま料金激変緩和策ですね、これを考える中で、LP ガスについてもさまざま検討してまいりました。で、実態としてご存知のとおり、LP ガスはですね、ボンベに詰め、家庭に配送するため、人件費、配送費が大きく、人口集積地にですね、同管で供給する都市ガスと比べ、構造的に、価格はそもそも高めになっているという点もあります。また、LP 事業者はですね、1万7000社、先ほどありましたけれども、ありまして、大半が中小零細事業者ということで、同様の電力、ガスと同様の価格支援を行うにしては、事務負担が大きくなりするんではないかと、こんな点もございました。一方で、足元の価格を見ますとですね、LP ガスの原料であるプロパンは、都市ガスの原料である LNG と比べ、価格が安定しておりまして、今後も大きな上昇は見込んでいないというのが現時点での判断であります。このためですね、LP ガスについては今後も、価格上昇が見込まれる都市ガスのような価格支援ではなく、構造的に高価な価格を中長期的に抑制していけるように、事業効率化に向けた支援を行うことといたしました。具体的には、LP ガス販売事業者の人手不足解消であるとか、配送業務の効率化に資する遠隔でのガス栓の開閉、遠隔検診が可能なスマートメーター、また手作業で行われているところもある LP ガスのボンベ充填の自動化、こうしたことに資する設備の導入、
に対する支援を行うこととしております。さらに需要家の LP ガス購入コストの低減、そして燃料備蓄を推進する観点から LP ガスタンクの大型化などの設備導入を支援することといたしております。加えて9月に予備費で措置されております電力ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金ですね、6000億円ございます。この推奨事業メニューの中に LP 料金の支援を新たに明示をし、 LP 料金に対して集中的に支援充当するように働きかけているところであります。これらの支援については各県の LP 協会を通じた周知を行うことによって LP ガス事業全体の近代化を進め、効率化を進め、 LP ガスの小売価格の上昇抑制を見込んでいるところでございます。鈴木義弘君。地元でお世話になっている LP 事業者さん何社さんもあるんですね。でもう過去に何回も統廃合されていて、ただ大手さんが逆に安い値段を提示して入ってきて、競争の原理でいけばそれでいいんでしょうけど、大手と中小で同じ土俵で勝負したら勝てないですよ。そこのところも踏まえて今後ご支援をいただければというふうに思います。終わります。次に笠井明君。